こんにちは。大木町議員の馬場隆です、えー。今日はですね、今日も、今日は3人、えー、アンケートにお,お答えをしていただきました。主に電話で連絡を取りました。 えー、ちなみにですね、参加者の方をですね、まあ、もっと広く広げたいので、一応いろんなあ、まあ、電話でも E メールでも、まあ、参加、募集を行っているところです。またあの、Facebook にですね、えー、大木町の声という、まあ、グループを作ってますので、えー、そちらの方に参加していただいてですね、連絡取っていただければと思います。よろしくお願いします。はい、で1人目ですね40代の在住外国 人の方で、えー、大きまたました、えー、まず1つ目、えー、広報町の情報はどうやって取ってますかというふうに聞いたんですけども、えー、もちろん、あのー、日本語が読めないの全くわかんない、えー、ということです。えー、2つ目、えー、新型コロナ対策、町がやっていること何かご存知ですかということなんですけども、これも全くわかんないということですね。 3つ目、えー、気候非常事態宣言これ、えー、どうに対してはどう思いますかということは、まあ、何のことやら全くわからない、えー、4番目、自治会移行について一応、えー、話を説明したんですけれども理解できないということで。 えー、他、町に要望が何かあればという質問に関しては、あっとですね、えー、まあ、町の役場の建物内もしかり、道の駅やあ、まあこれは民間のことですけども、各レストランのメニューであったりとかですね、えー、商品の名前とか全部日本語なので全くわからないし、特に外から見てですね、建物が何を売ってるのかわからないという、英語がないのでわからないということでした。 えー、まああのーまあ、町の中でできるとすればですね、えー、まあその役場とか小学校とか道の駅公共施設になると思うんですけどもそのお ま、英語をですね、えー、ぜひ、まあ、サブ、ちっちゃく下の方でもいいので、えー、乗っけていただければということでした。まあ、あの、道の駅も、もうと、何、何、何の建物か全くわからないということだったので、まあ、内容を伝えたところですね、まあ、ローカルマーケットとか、えー、ランチです、ランチバフェット、 のレストランとかですね。そういう、ま、外国、英語でですね、中期を入れてもらえれば、まあ、あの、まあ、在日外国人にしてもそうだし、まあ、これから、まあ、今いないでしょうけども、外国人の観光客も興味のある人はですね、寄ってくれると思うので、えー、もったいないな、というご意見でした。 はい、以上になります。えー、それでは15人目の方ですね。えー、こちら80代の女性の方で電話でアンケートの答えいただきました。えー、先ほどの1番から5番まで今のところ特に不満、不満もなくですね、要望もありませんということで、えー、特には答えは、回答はいただけませんでした。えー はい。で、よ、もう一人の方ですね。16人目のおおアンケートの方、答えていらっしゃった方は、こちらも電話で40代の女性になります。えー、大木町の情報はどうやって見てますかということを質問したら、あー基本的にはあまほとんど知らなくて、えー、広報誌とかですね、議会よりは一応見てるけども、興味あるところだけ読んでるので、えー、あんまり情報としては知らないということですね。ホームページなんかは見たことがないということですね。で、2番目、えー、町の 新型コロナ対策に関しては何をしているか分かりないし、まあ、特に困ったこともなかったので、えーまあ、もう興味もあまり持ってなかったということですね。で3つ目、えーですねえー、気候非常事態に 非常時態宣言に関しては、まあ、その宣言があったことも知らなかったし、まあ、あの環境に力を入れていること、その,まあにのゴミとかをです、ね、分別することに関しては、まあ、最初は嫌だったけども、今慣れたからもう大丈夫、今は大丈夫かなということで、その宣言に関しては、どちらでも特にないということでした。はい。4番目、えー、ですね、自治会への移行に関しては、 まあ、あの、現状ですね、えー、やり手が、なり手があんまりいなくて、えー、だいたいまあ、あの、多数決でですね、区長さんを今決めているそうなんですけども、区長さん決めても正直、えー、まあ、 呃、まあ、仕組みをよく分かってない人も多くてですね、えー、区長にさんに頼んでもなかなかあ、もう話が進まないことがほとんどで、えー、まあ、その地区の、から出ている議員さんの方にですね、頼むことが多いということで、まあ、議員さんの方に頼めばですね、何らか対処してくれることが、あ対処くれしてくれてたので、まあ、あ区長制度はどうのこうのよりも、まあ、議員さんの方がですね、しっかり動いてくれればそれに対しては特に問題ないということでした。はい。 あと、町に対してご要望ないですかということはあ、に関しては、まあ、えっ、ー、と、今のところは特にないですという回答でした。割と、内容があっさりした、今日の一日の回答なんだったんですけども、あ以上になります。それでは、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。バイバイ。